2億あります。あいつらを殺してください。どうして僕が安月給の監視課に入ったと思います？怪物なんかより人を殺してる時の方が楽しいんですよ。 D 級ダンジョン緊急招集か。お？水篠くんじゃないか。真淵さん、人は数ヶ月でこんなにも変わるものなのか。あのあどけない少年はどこに行ったんだ。いや、それより切断された足はどうして。目が覚めた時には元に戻ってたんです。君はまだ先が長いから心配していたのだけども、私の腕なら構わない。私のようなハンターがこれまで怪我をしなかったことの方がおかしいだろう。なんたる偶然、あの日のメンバーが集結すると。水篠さん、ずっと探してたんですよ。あ、それは。よう、ハンター同士の恋愛？今日参加する代役服役者の方たちです。今回は監視課の道角もレイドに参加しますのでご安心ください。今回はこのメンバーなのか。それじゃあ行くとするか。監視課の道角大成と申します。あいつらは僕が監視しますのでご安心ください。誰が先頭に立ちます？私が行きましょう。水篠君、私がリーダーをしても構わないか？はい、もちろんです。ありがとう、また機会をくれて。あの日私のせいで11人も亡くなったが、君のおかげで6人が生き残った。全員を守ることができなかった私の責任は大きい。生き残ったハンター6人を代表して言わせてくれ。心から感謝している。真淵さん、さてと行ってみますか。真島君も不満はないね。私がリーダーをしても。気にしてください。少年、遅い。そこだ。これでしまい。切り裂いてやる。いつも素手で戦っていたというのに。言われてみれば確かに変わった。外見だけでなくオーラまで。一
方で水木さんはゴブリンにすら怯えるほど心の傷が深いようだ。うん、分かれ道だ。難易度が思ったより低いんで3つに分かれません？そうしましょうか。俺たちは左に行きましょう。ボスはこの先にいる。普通にしていても経験値は上がらない。だからボスを倒したい。今はそんなこと。さっきのあいつの方が気になる。こうしてまたダンジョンでお会いするなんて、なんだか不思議ですね。そうだな。まさかこのメンバーでまたレイドに入るとは夢にも思わなかったよ。そういえば、あれからダンジョンは初めてなのかい？はい、ダンジョンは。ダンジョンブレイクの招集はあったんですけど。ああ、都心の真ん中で起こったダンジョンブレイクか。はい、そうだったんです。どう見ても押されていたのに、誰かが遠くから鉄拳を投げて魔獣を倒したんです。それは、一体誰が？忽然と消えてしまって。妙だな。ウォーミングアップでもするか。燃えてしまい！これで終わりだ。逃がすか。悲鳴がした方に行きましょう。わお、早いじゃん。こうなったら作戦変更だ。全員殺すんだけどな。こいつらみたいに。マシマさん、あなたそろそろハンターやめてくれない？どうしてハンターなの？パパは他のうちのパパよりも強いの？ D 級以上の覚醒者は5000人中に1人しかいない。俺も分かってる。ハンターである前にただ1人の夫であり父親だと。だから俺は死ぬわけにいかねえんだ。どうして真島さんにこんなことを。さあ、一種の災害だ。
ある日ゲートが開き、魔獣が人を襲う。いいシナリオが浮かんできた。逃亡を企てた囚人どもが、弱いお前たちを先に殺し、僕に背後から襲いかかる。しかし B 級の僕に勝つには力不足じゃないか。そうしてこのレイドで僕一人が生き残る。どうだ、完璧だろ。ゴミだな。君に勝てる相手じゃない。私が行く。相手は B 級、 C 級の私に勝ち目はないだろう。ところが暗殺タイプは防御に弱いという欠点がある。魔法を一つでも命中させることができれば可能性はなくもない。水木さん、肉体強化魔法をかけてくれないか。魔法使いにとって肉体強化魔法は逆に疲れさせるだけの不要なバフスキルだが、今の私は剣士だ。魔法系ハンターは暗殺系ハンターを相手にしたところで不利なだけ。剣を握ったのはいい選択だったかもしれない。だけど結局は魔法系だ。剣を握ったところで何の意味がある。どうしてハンターの中に魔剣士がいないのか、少し考えればわかるはずだ。魔法使いごときが暗殺系ハンターの速度についてこれるわけないんだよ。ガー忘れたか、そこら辺の奴らとは。僕はそもそもランクが違うんだ。苦痛なく行かせてやる。これでどうだ。この老いぼれ狐が死ね。またあんたか。何者だ。水志の神、 E 級だ。 E 級？そんなバカな。あんた力を隠してるだろ。なんでこんなことをするんだ。怖い顔すんなって。僕にだって事情がある。被害者の親に頭下げられたら断れないだろ。今日のことを誰にも言わないでいてくれるならこのまま返してやる。でもその終わりに先輩としていろいろ教えたそうな顔してんじゃん。さあ楽しもうじゃないか。まあ好きにしろ。虫けら大使の巻き添えで死ぬなんて哀れなやつだ。捕らえた。食らえ。すぐに終わらせてやる。お前も切り刻んでやる。砕け散れ。この程度。せい。どこか。傷に刻んで。食らえ。いいね。燃えてしまい。無駄だ。くらえ。逃がすか。面白いものを見せてやる。隠密、姿、音、匂い、その全てを消す。もちろん僕が隠密を使えるということは誰も知らない。これを目の当たりにし生きて帰れた人間はいない。遅い。燃えてしまい。そこだ。くらえ。か
楽か。違う。正面遅い。体を休ませないと。僕にお任せ。後ろからサポートします。拾い刻んでやる。燃えてしまい。砕けつけ逃がすか。正面遅い。丸見えだ。捕らえた。後ろからサポートします。一瞬で切り裂いて終わりだ。砕け燃えてしまい。すぐに終わらせてやる。切り刻んでやる。喰らえ。後ろからサポートします。喰らえ。燃えてしまい。すぐに終わらせてやる。そこだ。砕けつけ喰らえ。切り刻んでやる。くらえ。やっぱり一体悪くない戦いだった。死を見届け生存を勝ち取る生き物だ。負けた僕が死ぬ。この法則は至極当然のこと。あんた一体。俺も自分の正体が気になって仕方ない。秘密王騎も太刀が悪い。もし戦うたび強くなるハンターだとしたら、俺がどこまで強くなれると予想する？あんたの影帽子は闇と繋がってるよ。その闇の深さだけ強くなれるだろう。確かに前とは比べ物にならないほど強くなった。だがどういうわけか。ありがとうございました。君がいなかったら私たちは死んでたよ。先に行っててください。俺はダンジョンを封鎖してから行きます。まさか一人でボスを。無事に戻ってきてくださいね。スキルを吸収できるだと。